顎引いて。そうた兄ちゃんが初めて札幌で出る4回戦の試合の日が迫った。怪我した傷はすぐ治るけど、言葉で受けた傷はなかなか治らん。いや、しびれんもんな、参るもんな。いや、バカにつける薬はないけど、腕力は多少の気休めになる。うめえべうめえよな、俺はわかるもん。はずめか、そうた。試合の日にちが目の前に迫って、そうた兄ちゃんは毎日走っていた。お兄ちゃんはいつもと明らかに違っていた。家のそばを通っても寄らなかったし、声をかけても返事もしなかった。前のは俺はあんたの顔みたい。試合終わってからじゃいけないの。負けたら誰にも会いたくねえからな。札幌で俺は一緒に歩きてんだ。分かった、できるだけそうするわ。これに勝ったら俺は自分が初めてユキちゃんと対等になれる気がする。対等って、だってこれまで。いや、そうなんだ。だから俺は勝つ、絶対勝つ。勝ったらユキちゃん、俺は話がある。俺はそう決めてる、自分に決めてる。バカが言う夢を本気で聞いてくれ。てめえに腹立ってて、面のために勝て。試合は午後の4時過ぎに始まった。福島の酒、私の人生。一種懸命。おいしい。贅沢ですよこれは。やっとこういうの飲めるようになったのかなと思うと、もっと昔に帰りたくない。今宵の主人公は映画ドラマなどで活躍する名バイプレイヤー斉藤悟。彼の人生に潤いをもたらす酒が、若き日福島の劇団にいた斉藤。人生を変えたのは一人の親友でした。絶対東京に行った方がいいっていうことで、彼がいなかったら俺多分東京に来てなかったかもしれない。上京し劇団に所属。しかしそこにはある壁が。どうしてもやっぱり福島のイントネーションって取りづらいところだからね。だって本人は標準語喋ってるつもりなんだが、で違うって言われたら、違うって言われたってな、お前使い物になんない、福島に帰れ言われましたよ。辛かったですね。僕の中にどうしても福島というものが切っても切れ離さないものがあるんだっていうのが実感として分かるから、